そういやさ、うん、自粛でか肩が凝りすぎてさ、うん、まあ、娘に踏んでもらったりしてたんよ。じゃあ、うん、痛なってきて、あ、踏んでもらってたら、うん、うん、そう、背中が。で、初めて整骨院行ってたの。普通のマッサージ行ってたんけど、今まで。はいはいはい。うん、じゃあさ、龍が如くのシャツ着て行ったら、うん、あ、龍が如くですね、これ。その整骨院の人がね、反応してくれて。うん、うん。うん。あ、好きなんすよ。あ、私も実況動画とか見てて、みたいな感じやって。あ、怖い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 。おっとおっとって思って、昨日の時点、おとついか、おとついの時点では言わなかったよね、特に。うん、で、今日、うん、牛沢の看護婦のパーカーをわざわざ着て、うん、2回目の整骨院行ってんか。お前、やったな。それはそれでやったな。うん、やってるやろ。で、じゃあ、もう普通に無反応でしたね。え、それ悲しいな。それはそれで、なんだ、いや、うん、でも我慢してるもん。いや、てか、あれ割と、割と、インビジブルしてるから。ああ。そう、だからあれは、あれって結構本当に、ウッシーのこと好きすぎて、もうバグってないとならんけん、うん、あれは。まあまあ、そう、うん。それ気づかれるレベルやったら結構厄介でしょ。結構やよな。うん、あのパーカーで気づいた場合、君に気づいてるよね。確かにそうやな。うん、チームユドーフ知ってるよな。フルコンさんですかって聞かれたら、もうそこ うん、いける、うん、え、見バレしたこと、見バレしたことある、うん、全くないよ。全くない、あ、ほんと、うん、ないない、言われたことないよ、そんな。フルコンさん、まあそんな顔出ししてないしね。まあそうか。まあそうね。トワポンって見バレしたことある？なんか店とか行って。俺は割とあるよ。マジ？あ、そうなの。俺普通に電車待ってる時とかに声かけられたりするし。どうすんの、そういう時。うっすってなるけど。うっすっていうの、うん、すげえ。あ、よしって言うしかないよ。なるほど。え、そうするとどうなの、うっし、アッシュって言うと向こうは、なんの、あ、アッシュ、ね、まあ、応援してますみたいな。応援してます、握手とサインと、あと写真とって言われないの。いや、別に、うん、言われたらする、うん、握手と写真と、握手ぐらいならいいけど、サインとかはもう断るから。あと、LINE の ID と、うん。それは真央さんがそうなりたいだけでしょ。そんなことないっす。実際見バレした時のあの、血の気の引き方よ。あばーってなる。あばーってなる。俺に万が一遭遇しても、絶対に俺に LINE 聞かないから、泣き出すかもしれない、怖くて。ほろほろ。怖い。俺、写真は一律 NG にしてるな。握手とサインはもう言われたら全然書くけど、パオさんギャルだったら LINE 教えるでしょとか言われてるけど、ギャルはこの世にいないんだよ。だからギャルなんだよ。どこにいるんだギャル。あ、マジか。確かに。ギャルがいないんだよ。ビデオの中にしかおらん。そうなんだよ。本当にいないんだよ。黒ギャルとかこの世にいないよな、マジで。あれ、草上の生き物だよ。うん。本当に。おらんのよ。バカにしつつも許してくれるギャルはこの世にはおらんのよ。おい、やめろ。真央さんの視聴者にギャルいないでしょっていう、その確信をつく。絶対についてはいけない、うん。意外と見てんのよ。ギャルが？うん、ギャルがゲーム実況。せやん。ほんまですね、うん、それ。マジ？そうやで。うん。目覚めたわ、なんか今。マジ？マジ？ゲーム実況マジ面白くない？マジ？見てる見てる。うわ、やっててよかった。マオの実況にはたどり着けへん、うん、やめてくれ、終わりだ。